山梨県立青州高等学校は山梨県西厚白組市川三里町に所在する公立の高等学校。少子化に伴い山梨県は2009年に策定した県立高等学校整備基本構想に基づいて県内の県立高等学校の統廃合などを検討していた。その一環で京南地域にある市川マス保障業、京南。 ミノブの4つの県立高等学校を統合して新設校を設置することが検討された。このうち単独で存続することを決定したミノブを除く参考で統合の準備が進み、2016年に2020年に開校する旨が山梨県教育委員会に報告された。新設校設置にあたり、山梨県は公明の公募を行い、2019年7月に 青臭にすることが決定した。公明は、学校が設置される市川三里町の実業家であった渡辺真が明治時代に収集した蔵書、青臭文庫に由来し、京南地域の学問の拠点になってもらいたいという意味から名付けられた。新型コロナウイルス感染症の流行により、山梨県は、県内の県立高等学校を4月19日まで休校する措置をとり、 4月8日に予定されていた開校式、入学式も中止となった。また、4月19日以降も分散登校を実施し、4月30日に休校延長を発表するなど、開校から1ヶ月以上経っても、生徒全員が一度も揃わない異例の事態が発生した。運動部分部2020年4月1日現在、ありがとうございます。